はい、この動画をやる前にですね、多分これで困ってる人いるかなと思いまして、こういう動画作りたいと思います。スーパータクトとクレイジュタクト、車体番号の場所を、紹介したいと思います。ここです。どうです。でもね、普通なんかこう出てるじゃないですか。ね、こう見ても見えないんですよ。このね、ステップボードをこう上にしたら出てくる。ここです。ここにあります。ちょっと見づらい。こうしないと見えない。これが、ポイントです。でもあの感じやったら、ここなんで見といてください。さあ、始まりました、カッサンチャンネルです。今日はですね、スーパータクト、ちょっとやっていきたいなと思ってます。通称スパタクね。この赤スパタクをですね、なんとか蘇らせようと思います。じゃあまず外装外しからいってみましょう。カッサンチャンネル。定番の外装外しからいきます。まず丸裸にし、あ、そうか、丸裸にする前にクランキングするか確認しましょうかね。これセルモデルなんで。でもね、長期駆動はね、結局オイル紙してるからね、なんとも言えないんですけどね。でもそんなことには負けないですよ、僕は。なんとか直します。おい、セル回るね。じゃあいける、いいっすよこれ。じゃあいけるかも。もしかして、もしかして、極上かもしれない。さっきの電話のせいならば、極上かもしれない案件ね。おっと、パワーなし、パワーなし。何かの理由でやっぱ手放したわけやから、その何かの理由を突き止めなあかんよね。何かの理由は、硬いな。どれも硬いっす。僕の激安インパクトでは無理です。はい。お、でも割とまだちゃんとしてます。あ、でも機械紙みたいなんでべちょべちょなってるんでね。はは、こういう感じね。わかりました。で、ちょっとアクセルの動きが悪いんで、ここのピストン外して、本当にケーブルがダメな場合はダメなんですけど、案外いける時あるんで見ます。塊の原因でアクセルが引けないっていうのが一番いい。ああ、動くんや。そんな別に汚れてもない。ってことは、ああ、アクセルのケーブルが悪いと。これはまずいな。こっちは？こっちのスパタクは？あ、これも一緒かな。うまげ。どっかあると思うんですよね、ケーブル。これ一番めんどくさいパターンね。縦型はいいですよね、本当に。さあ、プラグ見てみましょう。ああ、そんな悪くないですね。出てる、火花バッチリ。この状態でフロートの底面部はどうなってるかって、まずこれをね、分解する前に開けたら分かるんですよね。何か出てこい、出てこないと。そういうあなたにも直接キャブレタークリーナーのプレゼントね。
じゃあ点滴しましたんで一回かけてみましょう。初爆チャレンジ、ここですね。初爆チャレンジに行く前に、僕はやった作業なんですけど、エアクリーナーボックスからこう見るじゃないですか。で見たらキャブの中が見えるんです。そのキャブから見える穴という穴にこう直接突き刺してピシュッとやったりとか、エアーでピシュッとやったりとかですね、そういうこともやった上でやってます。はい。でも場合によってはもう穴というような全部ネジ外して、そのまま外さずにキャブを外さずガーッと入れてチェックする方法もありますね。だからとりあえずエンジンかけて音を先に聞いときたいときだけですよ。はい。本当にちゃんとやりたい場合とかはやっぱりキャブの下とかにですね、チョークのね経路とかがあって、そういうとこがもう絶対軒並み詰まったりするんで、本当はそういうとこもちゃんとやった方がその後の指導性とかに、はい、関わってくるんで。でもね、案外乗ってるとね、案外全然そんなことしなくてもいけるパターンもよくありますし、開けて本当に何や開けるんじゃなかった、全然綺麗やんみたいなこともあるんで、だからさっきやった方法ね、ああいうその一瞬ですけどキャブクリをシュッと入れてちょっと見てみる、それでドロ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 って緑のもんとかもう黒いもんとかが出てくるようやったらダメです、開けてください。でも今回みたいにプシュッてやって見た時に、初めまず開けた時に何も出てこなかったでしょ、空やった可能性あるんですよ。ほんでプシュッてやって何もドロドロドロって汚いのが出てなかったからこれゴーしてるんですけど、出てるようやったらもう結局も外した方が早いですね。はい。でもまあエンジンの音だけやっぱ先に聞いときたいわっていう時があるんですよ、やっぱり。うん、もうガラガラ言ってるやったらもうここでもう引き返して終わって、もうそのままパーツ取り車でバラバラにしたりとか何ありで回した方が早い時もあります。はい。なのでまあ特殊な感じなんですよね、そこはね。はい。なので、そういうやり方もあるということで、必ずしも絶対キャブを外さないとエンジンかかれへんか言ったらそういうわけじゃない。僕の今までの経験上ほぼほぼかかりますね。うん、キャブを外さなくても、外さないことでその今までの引き付いてた貴重なインシュレーターとかですね、ホースがですねそのまま使えたりする時があるんですよ。そこ触るからポキッと折れたりとかするんで、触らなければ全然使えたりするんでね。はい、ちゃんとそうなんです、亀裂が入ってなければねっていう、批判は一切受け付けないんであくまでも先にエンジン聞きたい時だけの話、もうちょっと話長なって。あかんねえ、クランキングしてるけどエンジン動かねえ。ほう、あー、かかりそうやけどな、かかりそうかかりそう。かかりそう、かかりそう、かかりそうっすよ。はい、ということで、雰囲気を見てですね、やっぱりキャブを開けなくてもね、こういう風にエンジンで関わるようになるんですね。はい。まあ、場合によってはですけどね、場合によってはこういう風なやり方もあるっていうことで、ここを開けた時とかですね、匂いとかですね、雰囲気で大体わかるんですよね。はい。これが例えば開けた時にもうネチャネチャになって出てこうへんとか、ここを開けた時にプシュってやった時にキャブクリと一緒に汚いもんが出てくるとかなかったでしょう。多分なカラカラあんまり汚れてなかったと思いますね。ほんでもう今言うたらタンクのここもこのコックも多分フィルターも生きてるんで、うん、そのまま使えそうなんで、次はですねこのケーブル、この固着してるケーブルを手配してる間にこのタンクを外して
タンクをきれいにしておきましょう。ここの、配線をね、こう止めてるやつをこじって抜いて、ここですね。全然きれいな方、本当にきれいな方。はい、取れました。はい、タンクの錆取りスタートでございます。何回か使い回してる溶剤なので、結構長い日数入れとかないと錆は落ちないと思います。結構やっぱりケルヒャーでですね、4方向にこっちに行くやつもやったんですよ。相当この辺にも錆があるんで。ただ今回はフィルターかまそうと思ってるんで、まあ、そこまであまり心配はしてないんですけど、まあある程度この段階で取っとこうと思ってます。ね、あんま期待してなかったんですけどね、これ見たらめっちゃ綺麗なんですよ。中全然綺麗、液体やし最高です。あとですね、ちょっと珍しいこの、まあ、スパタクでもですね、これセルモデルなんですね。これキックないんですよ。はい、これエンジンかかりましたけどね、この後で見てもらったら分かりますけど、はい、これね、スパタクでもこれセルモデルって言ってキックないんですね。で、こういうところがこうなってるでしょ。で、特徴がアクセルワイヤーが1本なんですよね。はい、これアクセルワイヤー1本なんですよ。アクセルの連動がここだけで、エンジンのクランクの回転数に応じてオイルポンプが作動して、もう一回キャブにそのツーストオイルを循環する方式を取ってるんですよ。これが前期型で、後期型が違うのがこっち側のやつで、マフラーもちゃうでしょ。ほら、小ぶりなマフラーなんですよ、前期型は。で、後期型になって、まあ、いわゆるクレタクね、クレタクとかスパタクで有名、このマフラー、この大きいマフラーに変わるね。で、さっきも言ったここの配置とか違うでしょ。これが、後期型の違いです。で、一番大きく違うのが、ディオとかにも、まあ、採用されてるアクセル、このアクセルね、キャブに入るアクセルをこうひねると、ここも動くんですけど、ここも一緒に動く、ここね。これがオイルポンプ、アクセルを握るとこれも一緒に動くってことね。そうそうそう、これが違うところですね。いわゆるこう近年のディオ AF27 ディオとかにこう近づいていく感じ。そうそうそう、まあ、縦型のね、こう一番初期のディオの、まあ、元祖になっている形ですよね。はい、で、こうキックついてると。はい、ホンダもですね、セルなし、あ、キックなし作った時にね、指導性にちょっと難があって、ほんでもうこれ急遽これつけたみたいな。ほぼほぼ似てるんですけどね、ほぼほぼ共通パーツ多いんですけど、若干違うっていう。せっかく前期と後期があるんで、スパタクとクレタクでなんか2台とも起こせたらいいなとちょっと思ってるんですけどね。とりあえずこっちはアクセル動かへんかったんはキャブが腐ってるからですね。だからキャブがパッて取れたら多分アクセル動くと思います。これブレーキも動いてるし、動いてるね。キーシリンダーセットを落札して、キーシリンダーセットをつければこれはねいけると思いますよ。クーターのちょっと手前の、原付きなんですけども、私ちょっと興味がありましてですね、フルレストアしてみようかないや、まあフルかどうかわからないですけども、結構ちゃんとね手を入れてやってみようかなっていう気になっております。はい、で現状このタクト、赤い方のスパタクはもうエンジンかかったんで、イオンもなかったしバッチリでしたね。アクセルワイヤーだけ調達すればうまくいくと思います。はい、で奥の方のあれこそ今カウル取ってるんですけど、カウルとかを修正してちゃんと塗装したら、ちょっとクレタクにできると思うんですね。あれほんまにクレージュタクト仕様のやつにしようかなってちょっと思ってます。はい、なんちゃってクレージュタクト、あ、まあクレージュタクトじゃなくてもいいよね。なんかこう なんかそう当時のねこうモチーフにした面白いタクトに
作ってみようかなっていう気もありますね。ということで、ちょっとだけですね、いつもやったらこう流していくとこなんですけど、ちょっと考えて、いや、スパタクとクレタクはやるべきやなってちょっと今僕思ってます。なかなかそんなね、もう出会わないし、なんかここをさらっと終わらすのももったいないなと思ったんで、ちょっと珍しくやろうかなと思ってますんで、塗装とかご期待ください。母さんチャンネル、母さんチャンネルでは、わらしべ長者伝説っていう、バイク交換シリーズをやっております。ディオから始まり、ディオ、エイプ、リード、そして CBR250R に、現在変わってます。このバイクと、ぜひですね、交換してもいいよという方がおられましたら、ぜひ、コメントください。この CBR に乗ってあなたの街までその交換するバイクを、迎えに行きます。ぜひよろしくお願いします。エンジンかけます。これであなたの街まで行きます。応募待ってます。バイクの関連動画間違いすぎ